小港鉄道キハ200系機動車は、小港鉄道が1961年から導入した機動車である。自社発注のキハ100系、国鉄払い下げのキハ4万1000系、国鉄払い下げの買収国電を、機動車化したキハ6100型とキハ5800型、都市図雑多であった、小港鉄道線の既存車両の老朽化に伴う、代替と車両増備を目的として、 日本国有鉄道機波2 0系を基本としつつ、多少の独自色を盛り込む形で設計され、1961年から1977年までの16年間に、日本車両で、総計14両が、断続的に製造された。窓配置 D2D6D2D の、両運転台式で、窓の上下に補強体の露出はしない。 ノーシルノーヘッダー構造の平滑な側板を備える。側扉は、キハ201から206が、当時流行していた薄い後半のプレス成形品を、貼り合わせた、プレスドア207以降が、ハニカムコア構造の客用ドアとなっており、いずれも片引き戸で、そぶが一段下がったステップ付き。側窓はキハ201から210が、通常のアルミサッシ、 木波211以降の4両がユニットサッシとなっている。つま面は中央に貫通扉を備える3枚窓構成で、オリジナルである国鉄キハ20型とは異なり、雨戸位置を引き上げた張り上げ屋根構成となっている。全小灯は中央一灯ではなく曲線区間での照土確保などの検知から左右膜板部にシールドビームを二灯配置し、そ部には アンチクライマーが装備されている。これは設計当時の親会社であった、京成電鉄の3100軽電車の影響を受けたものであり、塗装も旧赤電色に類似した塗り分けとなっている。通風機は押し込み式ベンチレーターが屋根上7箇所に、地取りに配置されている。なお、キハ204のベンチレーターのみ交換され、東部パッセン軽電車のものが用いられているため、 形状が異なる。座席はすべてロングシートであり、車体中央部にエンジンの排気管が立ち上がっている。同車に汚物処理装置の抜き取り設備がないため、在来車と同様に車内には便所は設置されていない。なお、製造当時は全車とも比例防車であったが、九百九十年六月から九百九十三年六月に、かけて規範二百九点二一0を除く十二両が、 冷房化されている。駆動用機関は、縦型の新構造規制 DMH17、C ディーゼルエンジン、変速機も同じく新構造機、新構造規制の TC-2 液体式変速機、そして台車も DT22TR51、相当品と、設計当時に増備されていた、キハ 20K200 番台に準じた機器が、選択されている。保守部品を共通化し、 聞き取り扱いの統一を図るなどの検知から、これらを1977年の最終造備車まで一貫して採用し続けた。最終造備車は、日本国内向けの完全新造の車両としては、最後の DMH17 系エンジン搭載車両である。これらのエンジンや変速機の大多数が JR、私鉄を問わず1990年代から2000年代に、 かけて淘汰される中、本形式では乾燥は実施されず、原型を保っている。広域管区に配置され、2021年現在は、保留車のキハ209と2020年10月に、定期運行を離脱したキハ202を除く12両が運用されている。キハ5800型が廃車となって、以降は、小港鉄道唯一の定期列車用旅客車両形式として、 同系車のみによる1から4両編成にて、小湊鉄道線で運用されてきたが、JR 東日本より購入し2021年春から導入するキハ40系によって、本系列の一部車両の置き換えが予定されている。なお、小湊鉄道では、直ちにキハ200系のすべてを置き換えるわけではなく、キハ40系の導入目的はキハ200系の今後の、 稼働継続を可能とし余裕を持たせるためだとしている。1963年から1964年の夏季に運転された千葉養老渓谷区間の直通列車では国鉄キハ2 0系をベースとした設計が役立ち、千葉五井間の内防線区間では国鉄機動車との並結で運転された実績がある。そのためキハ40とも総括制御が可能。 小港鉄道の2005年の業務、監査報告書によれば、今後小港鉄道では、ワンマン運転の実施計画があるとされたが、その際の対応など本形式についての発表、言及はなかった。なお、その後の報告書では、ワンマン運転そのものの言及がなくなっている。ありがとうございます。